私の3人でどこかピクニックに行ったりしたいねって話をしてました。下の階層に降りることができないのがネックなのよね。ポップするモンスターが強いとピクニックどころじゃないから。いくつか良さそうな場所に心当たりはあるので、最新の情報と合わせてもう少し検討してみます。あ、それなら温泉とかどう？確か84層に温泉があるって聞いたんだけど。露天風呂でなかなか広くて気持ちいいって話だけど。その地形データでしたら、私が記憶している情報にも確かにあります。お湯の温度もお風呂として使用するのにちょうどいい設定になっているようです。ちゃんがそう言うってことは、行ってみたはいいものの温泉がなくて空振りなんてことはないみたいね。それなら日帰り温泉旅行って感じでいいんじゃない？私も今から行くのかと思っていました。
しみです。まさか SAO の中で温泉が楽しめるなんて思いもしなかったな。私たち以外には誰もいないようですね。当然露天風呂になるわけだけど、湯船って自分で作ったりするのかな。いえ、ここは岩場なので自分で穴を掘ったりはしないみたいです。ママの右側あたりにちょうどいいくぼみがあるようですね。お湯の温度もお風呂ぐらいになってます。でもこれ、キリト君も一緒に入るしかないってこと？パパもママも一緒に入ればいいじゃないですか。濁り湯だから温泉の中に入っちゃえばお互いよく見えないんじゃない？いいも悪いも家族なんだから別に恥ずかしがる必要もないでしょ。私たちがお風呂の中に入るまでキリト君はこっち見ちゃダメよ。パパとママと一緒にお風呂楽しいです。あ、これだけ広いと泳げちゃいますよ。女の子なのにはしたない。まあね、実は私もちょっと泳いでみたかったりした。やりません。端っこについちゃいました。飛び上がったりしちゃダメでしょ。キリト君、見た。まあそういうことにしておきましょうか。温泉ってすっごい気持ちいいです。
来てよかったわね。キリト君もそう思う？温泉の効能なのかな。そのあたりのデータはちょっと見当たりませんね。するのかと思ったけど、そういうのもなさそうね。これだけあれば十分そうです。ありがとうございます、パパ。パパたちには内緒です。そうなの？ごめんなさい。いつかちゃんと説明します。さて、それじゃあそろそろ帰りましょうか。湯冷めしちゃったりすると良くないし。ないですよ。もう雰囲気よ、雰囲気。せっかく温泉気分なんだから、最後まできっちり楽しまないと。ジョーちゃん、そのフェザーリードラ、テイムモンスターかい？そうかい。いや、実はそのフェザーリドラに似たやつを83層で見かけたことがあるんだよ。ただサイズは段違いにあっちの方が大きかったな。大きいピナ。ああ、そいつの近くに光り輝く結晶があってな。どうもそいつを守っていたように見えたぜ。もしかしたら、ジョーちゃんのお友達にも
何か関係あるかもしれねえな。なるほど。教えてくださってありがとうございます。みたいですね。私一人じゃちょっと難しいかもしれないので、よかった、ありがとうございます。